そろそろ見えてきましたね。はい、そろそろですね。おお、もう少しか。はい、大きい鳥居がね、このちょうど橋の下が中国自動車道ですね。はい、この間静岡ジャンクションから、江都播磨新宮の、はい、動画ちょっと紹介させていただいたんですけども、はい、でこちらがね中国自動車道になっております。はい、こんな感じですね。で見えてきましたね、はい、安治鴨神社、はい、安治稲荷になりますね。はい、こんな感じです。はい、靖国の町並みです、はい、ですね。はい、はい、ではちょっとどんどんね奥に進んでいきたいと思います。はい、このでっかいねこの提灯っていうんですかね、これが目印になっております。はい、ですね、安治稲荷神社。はい、すごい大きな鳥居ですね。はい、はい、どうも、こんにちは、マッスルトラッカーのりさんです。はい、ですね、今日はこちら、はい、鴨神社の方に来ております。はい、鴨神社といえばね、まあ、もう一つ呼び方はね、ちょっと安治稲荷とかっていう呼び方もするんでしょうかね。で、これからの季節、アジサイなんかもね、咲いてね、すごい綺麗になってくるんじゃないかなと思うんですけども、はい。で、こちらもね、やはり岡みどりさんのね、ふるさとの、近くの、はい、ゆかりのあるね、神社なんで、今日こちらの方をね、ちょっとこう、取材していきたいと思います。他にもね、まあ、今から下村酒造さんですかね、の方もちょっと行ってみたいと思いますんで、はい。では、引き続き、マッスルトラックのりさんチャンネルをお楽しみください。はい。でね、こちらはね、はい、こんな感じでね、すごい景色いいですね。はい。でね、こちらのね、まあね、こちらこういう形になってますね。はい。安治鴨神社、令和4年のね、これは葵祭りですかね、5月15日ですね。はい。で、まあ、こんな感じでね、ちょっとまあ、いろいろイベントの方もやっております。はい。はい。で、ちょっとどんどんね、進んでいきたいと思います。はい。なんか清々しいですね、本当に。はい。やっぱりこう、ね、神社って、こう、心が現れますね。はい。で、もみじの季節になるとね、また紅葉が一段とね、綺麗じゃないかなって思いますね。はい。で、ここがね、今ね、アジサイの里って、言いまして、今ね、まあ、これからの季節なんですけどもね、今がね、5月、ちょうどゴールデンウィークなんですけど、ちょっとまだアジサイは早いようなんですけども、はい。まあ、こういう形でね、ご自由にお入りくださいとなってますね。はい。で、参道の方に、はい、進んでみたいと思います。はい。わ、でっかい木だな、これ。これすごいね。樹齢、何千じゃ、何百年？すごいな、これ。見てください。どっかーんと、これわかりますかね、この大きさ、このでっかい、この御神木っていうんですかね。どれぐらいだろうな、これ。うわ、すごいでっかい。でっかいですね、はい。今こういった形でね、はい。はい。ちょっとどんどんね、先の方に進んでいってみたいと思います。はい。空気いいですね。本当にめちゃめちゃ空気がいいです。はい。こういった形でね。この鴨神社の中に、安治稲荷さんの方がね、お稲荷さんですね、の方が、はい、あります。はい。で、ちょっとね、さらに奥にちょっと進んでみたいと思います。はい。どんどんね。はい。で、こちらがね、手洗いになっておりまして、ちゃんとコロナ対策でアルコールも置いております。はい。で、100度石。ここで、まあ、100度参りも、できるんでしょうね。はい。どんどんちょっと奥に進んでいきまして、
そうですね、もうそろそろ本堂の方に、はい、近づいてまいりました。はい、でこういう形でね、で、まあ、手洗いちょっと、ね、こちらでもちょっと手を清めてまいりましょうか。はい、こちらでね、はい、ね、ちょっと清めて、はい、ではちょっとアルコールの消毒の方もして、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと手のちゃんとちょっとシュッとちょっと消毒して、はい、大丈夫ですね。はい、こちらの方もこんな感じでねなっておりますね。はい、はい、わあ、これもすごい、この杉、何メーターかな、30メーター以上あるんじゃないかな、すごいですね。はい、めちゃめちゃすごいです。今日はまだねちょっとお休みですかね、社務所の方があって、はい、でこれはもしかして相撲の土俵ですかね。はい、土俵なんかもあったりして、はい、で、あ、こちら皆さんこれを、はい、でかみどりさんの、はい、訪れた時の、はい、生写真です。はい、綺麗ですね、相変わらず本当に。はい、こんな形で、はい、祭りの案内もしておりまして、はい、やはりこれね、上にもかみどりさんのサインがビシッと、はい、決まっておりますね。はい、こんな感じですね。はい、相変わらず可愛いですね。はい、いい感じです、すごく。はい、はい、ではちょっと奥にね、はい、ちょっと進んでいきます。入る前にちょっとね、これ一礼しまして、はい、でどんどんちょっとね、はい、進んでいきたいと思います。はい、何を願ったかはね、ちょっと内緒なんですけども、はい、岡みどりさんのね、これからもどんどんね、曲が、いっぱい、ね、たくさん売れますように、はい、お祈りの方させていただきました。それと僕の方もね、健康でね、まあ、長生き、それと今ね、戦争がね、各地で、というか、まあ、ロシアとね、ウクライナで行われている戦争も早くね、住んで人々にね、平和な暮らしが、ますように、お祈りの方をね、させていただきました。はい、でこれね、でかいですね、本当に。はい、こんな形で全体の方をね、こう見渡して、はい、こんな感じですね。はい、はい、しょ、この駐車場からね、約何百メーター、200〜300メーターぐらいのところですかね。割とね、駐車場からも近いんで、はい、こう、ま、長くね、歩かれる方だったら、まださらにね、奥にもね、ちょっとこう、参道、ね、奥の方にまで繋がってるみたいなんで、そちらの方もね、挑戦されてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、こんな形でね、はい。はい。なかなか。幻想的な、なんか雰囲気ですね。幻想的な世界というか、雰囲気というか、はい。こちらの方もね、はい。はい。安治稲荷さんの方、ちょっとね、参ってみたいと思います。はい。なんかすごい荘厳な感じですね。はい。荘厳な感じで。やはりお稲荷さんということでね、やはり赤、はい。が、こう、まあ、メインというかね、はい。になっております。はい。はい、で安治稲荷神社がこちらの方にありますね。はい、こういった形でね、はい、でこちらでちょっとまたね、こちらの方でもちょっとはい、ちょっとお祈りの方をしたいと思います。
なかなかいい神社でしたね。はい、すごくねこの景色もいいし、6月頃に来たらあの紫陽花なんかね、ちょうど見頃なんじゃないかなと思いますね。はい、でこちらの方もね、まあまたね、有名な観光スポットになってますんで、はい、皆さん時間がある方はこちらの方にもね、ぜひぜひ、はい、ちょっとまた紫陽花を見に来てあげてください。はい、でですね、はい、こんな感じですね。はい、あ、これはメガネ橋かな、なんか橋が見えてきましたね。はい、こちらのね橋の方もちょっとね、どんなんですかね、ちょっと見てみましょうかね。はい、おお、なんかいい感じですね、すごくいい感じです。はい、ちょっと撮ってみます。ちょっと 急なんでね、ちょっと皆さん来られる方はここちょっと気をつけてください。おっと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 、はい、この中に弁天橋、あ、なんかありがたい橋ですね。おお、景色なんかいいですね、めちゃくちゃ。はい、はい、こんな感じで鯉が泳いでますね。はい、でこんな感じでね、はい、よいしょ。でここもちょっとねお祈りするとこがあって、はい、こんな感じで、はい、こんな感じです。はい、よいしょ。で山なんかもね一望できてすごくいい感じですね。はい、でちょっと山道がありますね、ここにね、ここにもちょっと少し山道があって、この池の周りをね少し散策できるようになってますね。はい、あー風が気持ちいいな本当に。あ、これもみじかな、ちょっと季節外れの、なんかちょっとね品目はちょっと僕わかんないんですけど、あんまりちょっと詳しくないんで、はい、でちょっと山道なんかもねあって、はい、でこれ山ツツジかな、はい、山ツツジかな、はい、もう咲いてて綺麗ですね本当に、はい、いうような形でですね、はい、はい、でこの裏に繋がってるんですね、この池の周りをちょっとこう周回できるようになってますね。はい、そうですね、こちらの方に繋がってますね。で、こちらの方もちょっとね、あ、こっちか、はい、こちら、はい、それでは、安治稲荷の方を、安治稲荷、鴨神社の方を後にして、次のところにちょっと行ってみたいと思います。